はい、青山通りです。表参道駅から1分ぐらい歩いたかな。うん、青山通り、あっちが交差点で、そっちからこう来て、ちゃん、フクロウさんとも触れるお店、フクロウの時期ここに行く予約をしている。あるので行きます。はい、え、行くの早く。はい、全部この辺なのだよね。ふくろうちゃん。ふくろうさん。なんか看板があるよ、ほら。本当だ。わ、出てるね、ふくろう。出てるね。渋いな。すごいところ。通りが渋すぎる。通りが渋いね、ここ。結構でっかい。本当だ。向かいがマジックバーになってる。はい、ということで行こう。あ、同じなんだ。フクロウマジックとマジックバー。はい。あ、ね、このすごい階段を登るの。めっちゃ急な階段っすね。上がれますか、皆さん。うん。おいくつですか。6歳と4歳です。わかりました。お二人とも結構しっかりと触れ合いそうですかね。怖がらずに。かな。超可愛い。いっぱいいるんだけど。一応のみんな今日子供いらっしゃるということなので、聞こえてるので。いないな。大きいフクロウが。ここの奥にいる茶色いフクロウさん。チャーって。今チャーって言った。ちょっとこの子と、あとのこの奥にいる白いフクロウさんですね。まあ、ちょっと力と警戒心が少しだけあるので、この必ず手の甲で、もしくはご両親と一緒にこんな感じでちょっと噛ませてあげてから、うん、そうですね、ちょっとずつ上げてこれパパやるか、そうですね、噛まれても全然後もほんとつかないくらいの甘髪なんですけど、甘髪ちょっとこう勢いがね、強いので怖いと思うんですが、全然痛くもないので、怖がらずにやっていただければ、そんな風にちょっとずつ慣れさせてくれますので、この、いーちゃんです。体大きいんですけど、まだ2歳くらいの若いフクロウさんなので、みんなよりも年下ですね。この子は全然、もしちょっと噛んできても、すごくおとなしいです。まあ、遊んでっていう甘噛みなので、全然この子痛くないです。こんな感じ、ちょっとずつ、こちょこちょって仕上げると。まあ、ちょっと体が大きくて怖いかもしれないので、まあ、小さい子から、まあ、ちっちゃいね。ちっちゃいね。大きいのママとパパがいる。一番おとなしいのはね、どの子かな。みんな大丈夫。どの子かもしれないですね。福丸くん。福丸くんです。頭を撫でられるのがすごく好きな子なので、こんな感じでこう、毛が見せてチュチュチュって撫でてあげると、頭下げてる間ずっと撫でてって言ってる合図なので。かわいい。またかわいい。よしよしって。ほら。あー、ほら。見てる、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 かわいい、ほら、気持ちよさそうな顔して、スイちゃんもやってみる？なんか怖い。全然平気、全然平気。気に沿ってさ、ゆっくり、そうそうそう、ゆっくり、ほら、全然平気でしょ。上手、上手、スイちゃん。おー、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 この子、キュッてちっちゃくなる、これ。この子すごく細くなったり、膨らんだり、驚くとあれする。あんまりここないとなることは少ないですね。なでしょちっち、なでしょちっち。かわいい。かわいい。かわいい。いや、かわいい。ちょっと、めっちゃかわいい。スイちゃん、大丈夫ですか？頭動くときにコクコク。こんな泣くんだ。ここではですね、ちょうど今、ちょうどワシミミズクっていう種類、ちょうどお嫁さん探しの時期なので、お嫁さん探しより、そうなんですよ、声を出して探してる感じですね。で、ここら辺がちょうど翔吾さんのお家なので、近づかれるとちょっと誰みたいな。うちのお家だけど、そうですね。メンフクロウです。そうだよ、メンフクロウって種類で。ココアちゃん、少し珍しいブラックメンフクロウって種類で。私は白しか見たことないから。そういや、息子がね、後ろでね。なんか、怪しい物を見せたの。なでちゃってて。なでちゃってて。ほら、お姉ちゃんの答え載せるよ。
こんな可愛い。息子が分かりやすく怖がっている。ねえ、オレンジの。分かりやすい怖がり方だ。なんだこれ。超モフモフだよ、触ってみて。どっち？どっちも。あの指が。あ、そうそう、逆立ってない。なんだこれ。モフ？すごいモフモフ。何これ、ちょっと触ったことのない感触。ワンファン。なんか。この子はふだらちゃん。ちょっと高いか。ふだらちゃん。ふだらちゃんは目がクリンクリンね。ふだらは目がクリンクリン。おお。ああ、ふだらちゃん。ふだらちゃん。すごいでしょ。ふわふわでしょ。ふだらちゃんも相当。はい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 。おめにおめに。見たことない。見たことない。どう成長？娘はメンフクロウに挑戦。ふわふわでしょ、なんか綿が高すぎて。そっちの、なんか、おお、なんか、いじめられましたみたいな。このフォルムはこれはこれでなんか、大丈夫ですか？大丈夫ですか？なんか、わかりやすく、なんかこっちもフクロウみたいになっちゃう。こっちはこっちでフクロウみたいな。切り方の中にもちっちゃいフクロウさんが気づかなかった。お店の中で一番小さいフクロウさん気づかなかった。金ちゃん、かわいい。どれちゃん、金ちゃんの、金ちゃん、ポコちゃん、ポコちゃん、ポコちゃん、あ、いたよ。痛い。なんかナウシカになった気分。カプーシュだね。慣れたカプーシュ。カプーシュ。足を振るよ、足を振るよ、足を振るよ。なんだ。足を振りたい、足を振りたい。この頭のモフ。モフ。そう、ピーちゃん。あ、気持ちいいの。あ、なんで私あんなに噛まれたの。なんで私だけあんなに噛まれたの。なんで大丈夫なの。大丈夫だよ。なんでカメラ持ってるから。あ、カメラかもしれない。カメラ持ってるから。めちゃめちゃ噛む。めちゃめちゃ噛まれる。ママめっちゃ噛まれる。なんでしかも甘くないんだけど。一回やれば大丈夫。あ、ダメだね。ほら、ね、ダメでしょ。なんでパパ平気なの。ほら、え、女同士。クリームとかなんかつけてない。つけてない。あ、でも石鹸の匂いとか乗るだけで全然平気だよ。パパにやってみる。痛くない、痛くない。パーにしてみましょう。こっちか。そうですね。で、ここで手をグーにしてください。で、指でこれで触らせて。なるほど。はい。で、ウンチを増したりするので。ママ取っちゃうか。ちょっと気をつけて。やー、かわいい。見つめ合ってるんだけど。たまんないね、これ。ね、ちょっと写真で撮ってほしいんだけど。どつに合ってんの。はい。うん、スイちゃんやってみ。じゃあ私やりましょうか。手はパーにしましょうか。全然平気。お姉さんいるでしょ。手をグーにしてください。で、これ、よいしょ。なんだった。かわいい。ほら、スイちゃん。びっくりします。あー、かわいい。乗ったよ。怖いでしょ、見つめてみ。レンタもくるくるでしょ。大丈夫だよ。それで疲れた。バランスが。バランスが。そっちが重たい。結構アップだな。かわいい。何ちゃんだっけ。バブちゃん。バブちゃん。バブちゃん。乗りましたね。じゃないんだよ。目が合うとときめいちゃう。パブちゃん。ねえ。かわいい。シュちゃんだいぶ慣れてきた。シュちゃん慣れてきたんじゃない。かわいい。あ、シュってしちゃった。
もさ、シュッてなった。本当だ、ちょっとシュッとした。いいよ、今日は慣れっこ、りょうちゃんね。あれ、ママもっと見つめ合って近くじゃん。キューッて。はい、ね、かわいい。どこから来たの？ね、この国に住んでるんだもんね。本当だね。かわいいね。お肉食べちゃうの？そうね、こう見えてスイちゃん肉食ですよ。まださ、一回も慣れてないでさ、合わせてくださいよ。それはお口ばしだもん。お口だもん。ようやく距離がちょっとだけ近づいた。あわからないんですか。さあ、袋さんってすごいわからないことが多いんですよ。そうなんだ。そうなんだ。マブちゃん耳にピョンってついてると思うんですけど、うん、それも本当の耳ではなくて、なくて羽の角って書く部分なんですけど、飾り羽ですね。飾りなの。はい。それがついていればミミズクで、はい、ついていなければフクロウ。ああ、そうだよね。ミミズクとフクロウ。じゃあ機能じゃない。見た目だけ。あれ、フクロウですね。あれも、あれも、あれも、じゃあ。そうです。生え変わりでなくなっちゃうと思えるので、本当にその、すごく、まあ、よりカモフラージュしやすいようにっていうことではないかと言われてるんですけど、葉っぱとか、木の枝とか。まあ、なんでかっていうのは、わかんないんだろう。何歳だろう。確かに木の幹みたいな色もね。そうですね。みんな、住んでる場所によって、その生息地の木、あの、ね、植物の見た感じ。そうですね。あ、ポコちゃんは真っ白なので、雪原の子ですし。ようやく。乗せてみます？持ってみる？なんでね。それはまあ、そうだ、まあ、さすがに、いや、もう今日はここまで十分。ね。水は完全に慣れたね。ねえ、何もしないよ。しないよ。ずっと泣きもしないでしょ。あんまりね。もうこんなオレンジの綺麗な目で。次に重いか。いや、パパ。いや、私も絶対重い。じゃあパパにさ、これ取って。このままパパを包む。じゃあ 100g ぐらいちょっと重いから。おお。かないかない。わあ、涼しい。わあ、かわいい。かわいい。目がさ、目がつぶらなの。うららちゃん。かわいい。見つめ合ってんの。見つめ合ってんの。ねえ、りゅんちゃん。コツって何そう、この手。あ、なんか、この手。ちょっとしゃがんで。涼しい涼しい。涼しい。うちはだ、うちは。りょうちゃん倒れる？高さがしちゃったか。先生、今お父様の腕にすごい楽しいことし、うん、大丈夫だよ。羽がバタってくる可能性もなくもないけど。ママがもう、あ、いいよ、いいよ、スイちゃんいいよ。あ、じゃあもうちょっとお兄さんにあげます。スイちゃんちゃん。ちょっとだけ？ちょっと怖いな。ゆっくりゆっくり、そう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 。ちょっと暖かい。うん。暖かい。暖かい。ふわふわです。スイちゃんも出てきましたね。本当だ、出てきた。はーい。おー、すごいすごい。ね、飛びたくなっちゃった、飛びたくなっちゃった。ごめんごめん、飛びたくなっちゃった。お姉ちゃん、頑張ってみる？持ってみる？うん、持ってみる。全然大丈夫。ちょっとはぶって。じゃあ、じゃあ私が下から支えるので。うん、お姉さんいるから、お姉さんいるから大丈夫、大丈夫。ゆっくり。大丈夫。手伸ばすだけだよ。大丈夫、大丈夫。パパ全然平気だったでしょ。あ、
ちょっとだけ重いだけだよ。大丈夫。お姉さん持ってるから、うん、持ってるからちょっと腕伸ばすだけだよ、うん、ちょっと腕伸ばすだけだよ。手をパーにできるかな。大丈夫大丈夫大丈夫。お姉さん持ってるから、ね、短そのままでパーのままで大丈夫。もうちょっとで、ね、パーにします。うん、お姉さん持ってるから、ほら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 、ほらできた。スイちゃん、やった。スイちゃん、やった。見て、見て。クロちゃん、何もして、絶対しない。ほら、見て、乗ったらほら。乗ったよ。見てよ、見てよ。見てごらん。ねえ、見つめ合ってごらん。今呼んでくる。うららちゃん。うららちゃんってする。ちゃん。呼ばれてるかも。呼ばれてる。スイちゃんほら見て見て見て、かわいいでしょ目。ほら見つめ合ったじゃん。めっちゃ目くるくるよね。ねえか、うん、さあ乗っけます。あ乗った。私この両手がちょっとトゥルッとしてるので、トゥルッとしてる。確かにこんな長い時間あれかな。いい。あ乗りました。あ見てほらママ乗った。かわいい。いやー。うららさん。あーいいね、この近さはすごい。近いね。近い。楽しいね。見てスイちゃんほら全然余裕じゃん。何もしないほらツンツンもしないよ。あれじゃない、これジブリの歌みたいな。本当だ。近くで見つめ合って威嚇にもならないですし、うん、近づいてつつかれたことは一度もない、うん、このほっぺにさ、ふさーふさーふさーたまらんね。しょうごさんしょうごさん無理だと思う。見るだけ見ようよ、しょうごさん。しょうごさん見たい。いや、しょうごさんすごくいい子なんだね。プチ弁慶なんで。自分で私同じじゃん。ショウゴさん。持ってる。持ってないよ。ちょっと前失礼します。はい。持ってないよ。ショウゴさん怒ってはないですね。怒ってはないよ。そう。みよちゃんそれは大丈夫。なぜか大きいのに扱ってくる。この子が一番あれだもん。足すごっ。わあすごいすごいすごい。足すごっ。綺麗。おお立派。すげえ立派この。おお。広げるとやっぱすごいね。すごいね。広くあるね。すごいね。すごい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 。かっこいい。かっこよくない？これなんかちょっと。何これ？アニメの世界です。この子家にいたらすごいな、想像したわ。羽ばたき方が、うん、いやーすごいすごい。すごくかっこいいです。そうね、アピールしてる。目が綺麗。こう人の腕の上に来るともう全然おとなしくなっちゃうので、泣かないですし、離れても全然離れてみたい。離れてみたい。ちょっと顔も近づけても全然ジョゴさんは続いてこないので。まだほらジョゴさんスイちゃんちょっとだけお姉さんの腕のせいだ。ちょっと 2.5 キロぐらいあるんだね。腕は重いね。腕は重いさすがに。よいしょ。スイちゃんゆっくりゆっくりこんにちはして。腕の目変わるのか。うん、そうそうそう。あ上手じゃん。すごい。え、ね、ちょっとあれ私いるからね、しょうごさんね。まだ4月からさ、めちゃめちゃ見てる。めちゃめちゃ見てる。後ろからも観察して。大丈夫大丈夫。可愛いでしょ目が。スイちゃんすごいじゃん。触るとねふわふわだよ。ねえりょうちゃん一回食べ触ってみ。触ってごらん。ちょっとゆっくりスイちゃんと一緒に。後ろなら平気でしょ。あーなに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 。あーあーあー。羽が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 落ちてくる。羽が落ちてくる。人に向かっては飛んでは来ないので、うん、大丈夫。あ、すごい距離が空いちゃったね。大丈夫だよ、ほら。ちょっと落ちてくる。そう、こんな感じ。全然痛くない。人に来ない。すごい弱いよ。全然痛くない。
そうそう。そうだ。ここの手の甲ってわかる？ここね、お手手の広い部分でやると、翔吾さんもね、噛んでもスカッとなっちゃうからね、全然痛くない。スカッてなる。大丈夫大丈夫。入れる？大丈夫大丈夫。ちょっとね、これかな。もう全然痛くない。そうなんですよ。やっぱりね、こう人間でも自分のお部屋とかに、ね、入ってこられたら、うんね、びっくりしちゃうので。なんで入ってくるのって、はい、最初。一応ここだとまあ自分の部屋の外なので、うん、もうシュンってなっちゃうって感じですね。うん、あー綺麗。綺麗な目。すごい、ね。あ、そう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 。うん、で毎日お風呂に入ってるのですごく綺麗なんですけど、今ちょっとホルモンバランスの関係で、うん、ちょっとここがね、湿っぽくなってるって感じですね。水は全然、お風呂平気なんで。お風呂は大好きですね、みんな。水浴びするよ。そうだね。そうなんですよ。嫌いな子もいるんですけどね。誰？嫌ね。ケンバン君とコカちゃんは、お水が。そうなんだ。そうなんですよ。でこの子は大好き。この子は大好きです。お水があったらすぐ入ってっちゃいますね。吸い込まれそうな、吸い込まれそうな目だよね。宝石みたいな目。不思議な目。まんま目だよ。あとなんか小さくなるから。ね、さあすごいよね。ラスタイマー。すごい。なんかカメラに向かっていきそうだね。ねえ。綺麗なオレンジ。戻ろうかね。